Let's party! It's showtime! なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。おい、ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか？そんな、まさか、戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ？ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することで、なんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと？はい。吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。何を？チッ！あ、危ねえ。あの野郎、いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。あんなの跳ね返せねえぞ。みんなをベジータこっちだ。みんなと瞬間移動する。よかった、間に合ったか。ホラたちは間に合ったか。カカロット、貴様、なんで消えてしもうたよ、コッパミ。地球が消えとった。何を言ってるんだ。そうか、やっとわかった、こいつは。そうだ、カカロット、貴様はあんなバカの代わりに、もう地球も死んだ連中も、頼みの綱のドラゴンボールも、地
球とともな、何ドラの、なんで地球にドラゴンボールが。あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラ戻れますよ。地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動だ。いざ。ご覧なさい、粉々になった魔人。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう はい。いや、そいつはもういいよ。え、やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してね。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。なんであいつが。あの野郎、さっきの瞬間移動を見て、あんな一瞬で技は真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れて。この海王深海は滅多なことでは。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を。構わん、ほっ。よし、どっちから行く。決めようぜ。じゃんけん。よっしゃ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人。あ、行くぞ。ん、お、やろう。な、いよいよ始まる全宇宙の命運をかけた最後の戦い。行くぞ。
すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。チキショ、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。一分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。一分間だな。一分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。一分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉。孫悟空最後の一撃。ふうか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。言っちまうんだ。この世からもあの世からも。おめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。たお、you
リックホール。ヤリックホール。ブー！黙って見てたらいい気になりよって。この全世界格闘技チャンピオンのミスター・サタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。どうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブーしゃー、カカロット、今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんな。バカ野郎、貴様気をためるどころか普通に戻っちまいやがって。ちくしょう、死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。まいったな。さすがにまいった。海王神たち、デンデ、聞こえるか、この俺の声が。え、あよし、じゃあ今すぐ復活したナメック星。あのガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合う。ベジータどうすんだよ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやる。デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さ、急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか。早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次に、あの天界地武道会のあった日から死んだもの全てを
極悪人を除いて生き返らせてほしいこと、この二つだ。え、今すぐですか？あの三つ目の願いは？さっきの二つ以外はどうでもいい、今すぐだ。ベジータ、二つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか。バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それにそれでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ結構考えてんだな。このボルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから私はボルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ何人でも大丈夫だそうです。よかった、さあ始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。さあ願いを言うがいい。どんな願いも三つだけ叶えてやろう。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やったさあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ、数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ、まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き切ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてるぞ。あら？俺って。ブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう？なんだ、わかったぞ。ゴハンやゴテンクスを生き切らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか？
地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家全て元通りのはずだ。だがこいつは決して夢なんかじゃないぞ。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット始めろ。あ、みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。分かったよパパ。ベジータめらしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。ちしょう、何しやがる。やめろ、このくそったれめ、気づかれた。カカロット、俺が何とか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げカカロット、急げカカロット。時間を稼ぐったって、君は生き切っただけで、じゃあまだ十分じゃねえじゃねえか。そんな僕は持ちこたえられんか。ギャリッド砲、
の声は。うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと。さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれねえんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか。バカ野郎。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。やっ
お、ベジータがいねえ。お、やれい、さっさと片付けちまえ。あれじゃねえかサタン、おめえは本当に世界の救世主かもな。つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった、すぐにお願いします。プピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺はもっともっと腕上げて。またな。お母さん！カカロット！父さん！ショーン！やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。
ータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ、デンデ。なんだと？貴様正気か。まあ、いいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃオラたちみんなやられたぜ、だろ。勝手にしろ、どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。皆さん！おう！そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、随分留守にしちまって悪かったな、みんな。俺は海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯と御殿と家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール、それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。Shine!
ベジータ、フリーザ、セルにブー、これまでいろんなやつと戦ってきたけんど、オラワクワクしてきた。Yeah.